こんにちは。こんにちは。着物小杉店主小杉です。スタッフの阿部です。本日はですね、また男のねちょっと浴衣について、はい、ちょっとお伝えしたいしてみたいなというふうに思ってますが、はい、まあ連日ねたくさん男性浴衣をのご相談が多いんですけども、まあ熊谷ですね、明日明後日になりますが、花火大会がね、はい、ありまして、皆さんねそちらに向けてのご準備が多いんですけども、そうですね、やっぱ男性の浴衣でやっぱ一番うちらが気にしていることっていうのがやっぱり浴衣の、まあ、長さ、まあ、見丈とかって言い方しますけどもね、はい、やっぱ長さですね、はい、もう本当に羽織ったまま、まあ、それで帯を結んだりしますので、うん、まあ、短い長いですとね、まあ、それは浴衣のスタイルがねそれで決まってしまいますので、うん、まあ、そういう意味でちょっと長さを意識しながらうちらをおすすめしてますけども、まあ大体ね M、L、LL という形で、はい、ある程度まあ3サイズの中で合うものをね、合わせてるんですが、やっぱり試着ですよね。そうですね、結局 100ML、LL のサイズ展開でも、うんうん、対応身長かぶってる部分があるわけですね。そうですね、若干こうに交わってる部分があって、ね、はい、167、8センチの方ですと、うん、M なのか L なのかって、うん、実は微妙なところ、うん、でここからは、まあ、体型あるいはその肩が、まあ、怒り型の方の方が上がりますからね、うん、こうなると M だけ L とかになったりもしますので、うん、なかなかそこは着てみないとわからないことが多いですね、うん、で若干やっぱメーカーによってもねちょっとそのばらつき、ね、サイズ感のばらつきもあったりするんで、まあ、うちのお店ではね、まあ、必ず、まあ、男性の、浴衣選びの際はね、まあ、試着からスタートするということですね、はい、で、まあ、で長さの目安は、まあ着てもらってまあ足首が出ない程度かな。そうですね、まあうん、その時点ずるいようでしたらもう完全ダメですから、そうちょっとそれで床についちゃうともう全然長いとは思いますね。いくら帯とかを巻いても、うん、まあ、それ以上上がなかなか上がらないんで、まあだから床から 4,5 センチぐらいなのかな、まあ、センチ数字で言うとねそのぐらいが一つの目安、にして、まあまあ、その前後を見極めながらうちらもおすすめをしておりますけどもね、はい、でまあ着ることで指紋は出るからまた見た目も上がってきますし、まあ、またね洗濯などすることによってまた上がってもくるんで、まあついてはダメですけども少し長めぐらいちょっとねそこの 4,5 センチってラインをキープしてもらえるとね、うん、後々も着てもらいやすいかなというふうに思ってますね。そうですね、はい、まあ、あと、まあ、帯などもありますけども、まあ、実際はさっき言った一番気になるのはね、その丈ですね、ね、長さですんで、まあ、そこら辺はぜひね、本当、うちでもご提案しているようにね、ぜひ試着から、はい、試着をしてお選びいただければ安心かと思います。そうですね、まずは羽織ってもらって、サイズ感を見ていただくってことですごい重要になってくると思います。うんうんうん、まあ、明日がちょうどね、山の日ということでお休みになりまして、はい、まあ、明日もまた通常通り10時からの営業になっておりますのでね、まあ、ぜひご相談またご試着の方お待ちしております。お待ちしております、はい、では本日はこの辺でありがとうございます。ありがとうございました。